おっさんは天国言葉使おうよ。こんにちは、島田です。親父の親父による親父のための動画ということで、まあ、今日お話しするのがね、私ね、何年前かな、もうね、3年、4年前ぐらいかな、あの斉藤ひとりさんの YouTube で流れてるあの音声聞くのがね、あの本人さん出てこないんでね、あれにねハマった時期というか、まあ今もそうなんですけどね、よく移動の時とかずっと聞いてますけど、あん中で天国言葉って出てくるんですよ。あの愛してます、ついてる、嬉しい、楽しい、感謝してます、幸せ、ありがとう、許しますっていうこの言葉なんですけど、使うといいよみたいなね、乗っててなんだよみたいなね感じで、ただね、悪くないですよね、悪くはないなっていうことで、あのまあまあ口癖のようにね言うようにして、うん、してた時期ありますね。もう車の中でね、運転しながらずっと、愛してます、ついてる、嬉しい、楽しい、感謝してます、幸せ、ありがとう、許しますみたいなのをね、永遠にこう言ってた時期ありましたけど、なんかね、そっからね、嫌なことがあった時に逆についてる、ついてるってこうね言うとね、不思議とついてる方に変わっていくっていう現象が、信じなくていいですよあの信じるような話じゃないんであれなんですけど、そういうのがね結構出始めたんですよね。まあ私の場合、あのクライアントさんと一緒に営業して回ったりするんですけど、その中でね、いやついてるついてるみたいなね話をよくふざけながらなんですけどね、クライアントさんとしてたら、たまたまね長野で一件ちょっと見込み、大きな見込みなんですけどね、あって、あの取締役の方との商談だったんですね。それで、まあ、社長がアメリカに行かれてるんで、あの戻られてから話しますよみたいな話してて、あ、分かりました、よろしくお願いしますって言って出てきたら、10分経たないうちぐらいに電話かかってきていや、まだ社長がいたんで話したらやってくれっちゅう話で、もう一回全部数え直してもらえますかって、ついてませんついてますよねそれとかね、その当時名古屋であの営業同行してたお兄ちゃんともね、ついてるついてるみたいな車の中で話しててこの人もね、成功哲学系の本読んだりとか勉強されるのが好きな方で、あのそんな話をしてた時に、たまたまね、マンションをあの経営されてるオーナーさんとこう話したら、昔その LED の提案を受けたことがあるけど、すんごい高かったらしいんですね。それで、まあ、今回提案させてもらって、そのちょうどね、ついてるついてるなんて言い始めてた時に、長野で契約取れた翌日かなんかに、決まりましたって電話がかかってきてね、2件連続で決まりましたみたいなね、ついてるでしょあとね、これはすごいなと思ったのが、徳之島にあのコンサルで行ってた時に、JA さんに提案しに行ったんですね。それで、提案書を出しておいて、それで、まあ、どうなったかなって言って、そこの会社の人と一緒に話しに行ったら、いや、他社で一箇所入れちゃったんだ、契約したんだって、そこがタダだったんだよ、みたいな話されて、なわけねえじゃないっていう話なんですけどね。ただ、もうね、もう、そこの、私のクライアントさんがガクーンと落ち込んでね、もうダメだ、 目の前真っ暗見たくなっちゃって、もう急に元気なくしちゃったんですよ。それで、まあ、ついてるついてるってちょうど言ってたんで、絶対これはついてるんだって思い返して、まあ、会社に戻って、いや絶対そんなことねえですから、あの東京の会社さんなんですけど、まあまあちょっとね、そういったでっかいとこばっかり攻めるね、あのちょっと
聞かなかったことにしてくださいね。モニター営業してるとこなんですよ。工事費無料ですみたいな嘘ついてね、一本にこう、まあ、乗っけてるわけなんですよね。高いんですよ、そこが。そこが一本あたり200何十円っていうリースなんですよ。で、うちが出してたの190円なんですよ。全然違うじゃないですか。っていうのがあって、絶対嘘だからっつって、確認してくださいって確認したら、まあ、案の定今の内容が全部分かったんで、まあ一箇所はしょうがないとして、それ以外のね13拠点全部お宅に頼みますよってついてません？ついてますよね。ということで、まあまあ好きな人がいたら斉藤ひとりさんのテープ、聞くといいのかなっていう、それでまあね、なんだろうな、地獄言葉ね言うよりは天国言葉使ってた方がいいんじゃねっていう話でね、特にジジイだから、我々ジジイがね暗い話でもしょうがないから、明るく、あ、ついてるついてるみたいにねやっていきましょうという話です。終わります。